はい、おはようございます。ともチャンネルです。ですね、私はね、いつもサンダルばかりを履いております。なんでサンダルっていうとね、親父だからサンダルなんでございますよ。親父はね、サンダル大好きなんですよ。で、何かっていうと、ほらサンダルって通気性がいいでしょ。だからね、まあ気持ちがいいんですよね。まあそんなわけでね、サンダルばっかりずっと履いていたもんでね、この間久しぶりに靴を履いたんですね。そしたら靴を履いたら、久しぶりなもんでね、靴ずれしちゃったんですよ。なんで靴ずれすんのかなと思ったんだけど、まあ普通に考えてみれば、普段靴履かないから、靴と足とね、触るところが、まあ皮膚が柔らかくなってたんでしょうね。なもんで、久しぶりに履いて、本当にね、何時間も歩いてないんですよ。だけどいきなり靴ずれしちゃって、なんか足痛いなぁなんて思ってたら、そう、少しね、ちょっと血が出てた、そんな感じですけども。だからね、サンダルを履くのはね、悪いことじゃないんですよ。足が気持ちいいしね、まあ水虫には絶対ならないし、足も臭くならないと。で、いいことばっかりなんだけど、たまに靴を履くとね、そう言ってこう足が痛くなるとかっていうね、そんな感じになりますね。まあでもね、まあそんなのは、まあどうせすぐ治るんでね、まあほっとけばいいんですけども、お風呂入った時とかね、靴ずれって痛いんですよね、あれね。まあそれは、まあなった人はよくわかって、まあほとんどの人はなってると思うんですけど、なったね、なってみるとすごいやっぱり痛いのをね、いやー、やっぱちゃんと靴履いとけばね、慣れてればよかったな、なんて、思うこともあるんですけども、やはりサンダルの履き心地といいね、こう脱いだり履いたりする、あの簡単さってのはね、もうどうしようもないですね。だからサンダル、まあ私の場合ちゃんとかかとのあるね、サンダルで脱げないようになっていますので、歩くときは別にそれでもいいんですけども、まあどっか行くときにはね、やっぱり靴をたまになんですけど履くんでね、そういうときにちょっと長距離を歩いて、まあ長距離って言っても多分何キロぐらいだろう、4、5キロぐらいかな、歩いて靴ずれしちゃうぐらいなんでね、とっても柔肌になっておりました。親父の足でした。はい、ご視聴ありがとうございました。